やった、ピクミン2も起動しました。トタケケケケソングっていうのが15年ぶりにピクミン2でも発見されたっていうニュースが先月流れて、そっからいつか撮ろうと思ってたんですよ。でキューブをほじくり、キューブを探し出してきて、いろいろこうやってて起動できないとかいろいろあったんですけど、ようやく起動できたんでやってみたいと思います。やり方はネットで調べてあるんで、このまま始めて、セーブデータがない状態でセーブしようとする、あ、メモリーカードがない状態ですると、って書いてあったんで、はい、いきます。てか、そもそもさ、俺ピクミン2とかピクミン3が今までで一番面白いと思ってるんですよ、ゲームの中で。そんな思い入れのあるゲームにケケケソングが出てよかったな。そしてケケケソングっていうのは僕はあんまり思い入れないんですけど、ヨッシーの声を出してる人が担当したゲームに多く発見されているらしくて、ピクミン2にもあったらしいですね。なんかお宝コンプリート画面で何秒待つみたいな感じだったかな。あとはなんかゼルダとかマリオペイントやったかな、なんかそういうのにもいっぱいあって、その人が参加されているゲームではファンの間で世界的に探され始めてるっていうね、むちゃくちゃな。あと、キューブの、てて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 っていうのも、なんか、なんやろ、あれかな、逆再生するとなんとかっていうのもあったよね。そういう隠し要素がすげえあるから、この今この瞬間もファンは探したりとかしているやろうな。そしてこれを見つかった時に、何やったっけな、名前忘れたけど、そのヨッシーの声の人って、なんて思ってるやろうね。よーってなるかな。俺も忘れてたよってなるかなって思います。っていうか、俺ピクミン自体、食べられた今。ピクミン自体すごい久しぶりですから嬉しいな、そもそも。で、このまま僕は、できればこのゲームキューブがちょっと接触悪いんで、ちょっと買い替えて、俺本当にやっていこうと思いますね。ピクミン1と2を。つうか、操作しづら。Wii U に慣れてるで。どうやってやったかな。お。OK。ルイ。Y でルイを呼べます。はい、わかりました。Y なんやね。さっきね、やってた時に、こうやって左手、こうやってってわからんね。左手を振った自分がいたんですよ。それって、ピクミン3やりすぎて、体が5年間覚えてるんですよね。ヌンチャクを振ると解散みたいな。解散じゃない、突進か。あ、解散も突進もか。怖い怖い怖い。つうことで、まあちょっとね、この長い間にさ、そこに行くまでにちょっと僕の勝手な自慢話をしたいんですけど、ピクミン2を麦製でクリアしたところで、僕は写真を撮って、なんかミクシーかなんかにあげたりすることしかできなかったんですよ。で、それが悔しくて YouTube の動画を撮り始めた頃に、YouTube っていうのが出始めた頃に3が出て、3では麦製やるぞって言って YouTube デビューしたんですよね。そこで今までこうファンの人が来てくれて、今はオーバークックやってるんですけれどもね。そのオーバークックの追加コンテンツが配信されたこの日にこれを撮るって決めてたもんやから、今日はめちゃくちゃ忙しいです。ということで、ルイって1にいなかったっけ。だから2を、僕写真しかないんですよ、麦製した証拠が。でもそれって加工とかできるかもしれんから、ちょっと動画で撮り直したい。しかも1は俺麦製してないような気がするんですよ。だから麦製1もしたらどうなるやろうっていうキューブを今からやり始める。1個前の動画ではゲームキューブを録画する方法みたいなのをやってみたみたいなのをやったんですよ。まあ落語なくできるってことが安い機材でできたんで、そこら辺も見ておいてください、もしゲームキューブの録画したい人がいたらね。つうかさ、そのゲームキューブの録画できるって分かった時点で、僕いくつかやり直したいゲーム、この当時全部コンプリートすることってあんまなかったんですよね。そういうのをちょっとやり直したいなっていうのもいろいろあります。例えば大玉です。大玉知ってますかね。話読んでなかった、どうしよう。オーリモン、あ、そっか、ここで開けてあげながらだよな、あれを。おー、ち、てってててててって、これがさ、シースティックなんよね。で、シースティックってなんかカメラアングル変えたいなーってなっちゃうけど、でもシースティックがいいね。シースティックがないのが嫌やったところもあったもんね。Wii になってから。でも Wii でやる
仕組みではどうなってるのかな、その辺。解散とかは、あの、ヌンチャクでやるんでしょうか。わかんないですね。そっか、Wii U でやった3も Wii のコントローラーでやってた、そういえばね。で、Wii のタップで、Wii U のタップ、ゲームパッドで、あれをするってことですね。あれって何やねん。あの、いろいろこう、ここに行けみたいなのができるってことですね。ここに行けはこれできんのやったっけ、つって。そこも忘れてる状態ですわ。うん、あれ連続してあれ連続して抜くとかできんのやったっけ。おお、これさ、なんか上を狙うの難しいから、上ではできるようになってるんかな。あの、ちょうどそのマスを狙えたじゃないですか。マスっていうか、この、あれこれ上に行かんな、マスが。マスじゃねえって何やこれ。持ってねえし、ピクミン。下手やん。あれこれ、どうやってやるとちょうどそこに行くやろ。そこっていうのはその、てっぺんを、てっぺんに当てたいわけなんですけれどもね。解散が X だな。X が難しいですね。解散がブルってやるやつや。最初は Wii U をやった時も難しかったと思うんですよ、そっちも。てか俺この話さ、2やり始めた時に言えやな。これは戸田家系の音楽聴く動画やぞ。まあいいや。それがいいや、それでいいや。まあこれは戸田家系の音楽を聴くまでにやらなあかんことっていう全ての攻略ですから。11名いますね。あそこの袋が15やったんですよね、さっき見たら。ていうか、視点切り替え慣れてねえ、俺。あれ？どここれ？うわぁ、なんかファーファーファーっていいな。最初にワンの時にさ、このさ、これでこう動かせた時に、俺めちゃくちゃすげえゲームやなと思いました。思った記憶があります。あれ？電池あるんや。ちょっと待って。どこにいるの？あっちゃあ、そうか。ナショナルって。まだその時代やって。ちなみにここで、ああ、こういう喋りながらできるのすごい、いいな。ナショナルとパナソニックがあって、今はもう全部パナソニックになったんですけど、パナソニック製のゲームキューブも持ってましたね。ありました。あ、それでやればよかったかな。それは DVD が再生できるんですよ。銀色のでっかいやつです。知ってますでしょうか。そういうことも話しながらやっていきましょう。ちょっとね、視点の切り替えが苦手ですけど。開けましょう、ここ。あれ下手やわ。これヌンチャクの方が相性いいっていうのは本当やね。でもあれあれどうすんのこれ。あ、これどこ、これちゃうちゃう、こっちか。俺ピクミンだけは3だけはさ、すっげえうめえ動画しか上げてねえから、こんなところ見せたらやばいんですよね、ちょっと。あらまあ、出会ったなぁ。ルーイって撮れたっけ、スマブラで。なんかね、この動画ってさ、15年前の動画じゃないですか。15年前の画像じゃないですか。そこで喋ることはなんか未来のことって、俺未来から来た人みたいになってるんですよね。あなたは今、スマブラに出てるんですよって言ってあげたいですけどね。てか、スマブラに出てないよ。てか、スマブラは出てる時代やもんね。なんつった今。なんつった今。読んでなかった俺。これ解散したらこれ勝手に掴んだりせんかったっけ。するね。OK っす。今度やることあってんの俺。これ日付、あの時間のない1日目ってのは絶対あるんかな。ファーファーファーっていう声可愛すぎるでしょ、それいくらなんでも。ファーファーファー。ファーファーファー、可愛い。ファーファーファー。そうなんや、これは人数関係ねえ。一部だけ取ることできる？取るね、取れるね。これルイと解散したんやけど、ルイさん？俺がここまで歩いてるっていうのがね、指示できないかった時代なんやね。ワン、スリーはできたんやけど、それが当たり前と思ってしまってた。いかに早くクリアするかみたいなのをうまくやっていきたいな。この画面見慣れてきたわ。最初見たときすっげえぼやけてんなと思ったけど、画像荒くて。こんなもんやろ、解像度的には。鬼よ、笛の音がこんなやったね。これ連続連打してると歩くね、歩く。あ、これ折り回もいると早いかな。折り回もいると早いんかな。そこら辺もすごいよね、この時代。15年前ってさ、
今から15年後ってもう2035年よ。そういうことになってくるとさ、15年ってすげえ無効な感じするのに、その時代からこんなに画期的なゲームができてたっていうのはすごいよね。また本当にこれ今でも遊べるもん本当に。じゃあ普通に最新として遊べる、最新のゲームとして。うん、長えな俺の話。でもいいやろ、こういう話があるのも。そういうことやって、今日でも大爆が出たやつやな。また戻るけど話、すごい日やで今日は。本当にありがとうございます。え、これあっちがどうなってるの、これ何があるの、視点切り替え。あ、このね、上とか下見たいなってマリオとかやってたところからは思ったな。こんな感じしかないでさ、ちょっとなんかよくわかんないですよね。あっち側の全体的なのがビヨーンってカメラを下に向けたりとかできなかったから。こんな遅かったっけこれ。綺麗やなー、でも、あー綺麗。出るかなー、ピクミン続編出たらずっとやるかなー、多分。やっぱ面白いなー、ピクミンって最高ゲームやなー。でもオーバークックも最高なんですよ。また話戻るけど、今日出たんですよね、オーバークックの、あのだまさかの第3弾追加コンテンツが、あのチャイニーズニューイヤーっていうね。本当にそこに来るとは思わなかったって。中華料理最高ですよ、そこも本当に。でピクミンにちょっと近い部分もあるんですよね。だからちょうどその、おすごいことだね、標準語になるよそれは。すごいことだねこれ。あのピクミンと似てるゲームのアップデートがピクミン取ろうとした日に来たよ。でもピクミン取ろうとした日は俺のさじ加減やけどね。ありがとうございます。俺いけるこれ本当に。とだけけど音楽までめっちゃこれ遠いんじゃない。これセーブできる時にが来ないといけないですよ。そこを発見した人ってどん、もう暇人とかそういうレベルの話じゃないよね。ニートとかそういう話じゃなくて天才かな、天才か、愛、あの、任天堂愛か。あともうね、そこでこれじゃないのって思う。で、発見した時の興奮って、なんなんそれって。どのレベルの興奮なん。でも逆に言ったら、当時、それ発見せんかった人が一人ぐらいいてもいいと思うよね。15年後に見つけるの方が難しいよね。当時、メモリーカード持ってなかったっていう人がいてもいいと思うんですよ、それは。マジで。マジでってね、そこで。あ、いいね。果物よりなんかこっちの方がいいね、俺は。ああ、いいね。うーいって言ってたやん。あ、この画面を本当にデジカメで綺麗に写メしたの、昔。そんだけ。もっと画質良かった気がするけどな、でも。なんでやろう。なんでこんな画質なんやろ。もうちょっと D ターンしちゃったかもしれん。そっか、D ターンシアで。あ、これや！行くよ。こっから3分待ちます。3分喋ってていい？ここでブブーってなった。なんか、ネットにはさ、最初の洞窟でって書いてあったけど、ここでなるんじゃない？ちょっと調べよう。長いな、動画。ごめんな。でも、これの英語版の動画を見ました、僕は。だから日本語版の動画ってまだ出てないんかな。もう1ヶ月経つけど、発表されてから。発見されてから。ここで待とうとして、待って出た時ってどんなやろな、それ探してた人の興奮って。俺がオーバークックの第3弾アップデート見た時ぐらいなんかな、興奮って。何する ?3 分。録画環境について喋りましょうかね。あの、いつもスイッチ取ってる録画環境は HDMI ですけど、もちろん。未来から来た人みたいやろ。その HDMI に AV 端子から HDMI 端子に切り替えるっていうコンバーターを、1500円ぐらいで Amazon で買ったんですね。それだけでできました。で、ラグがあるんじゃねえかとか、なんかレビューで見た気もするんですけど、全くないですね。コントローラーのラグね。A ボタンを押してから 0.5 秒とかで反応したらゲームにとっては致命的。そんなの一切感じないです。僕は下手なだけなのかどうかわかんないですけど、なかったですね、完璧。ただ僕のゲームキューブには D 端子でやってたからすごいもっといい映りでやってたと思うんですけど、すごい荒い、あのぼやけてるけど、赤色の方は入れてないですよね。だからステレオじゃないんやこれ。白と黄色の、黄色と白の
AV 端子しか僕入れてません。ここで待ってましょう。もしかしてネットの記事あんまり読んでないけど、なんか一緒なことばっか書いてあったんやけど、洞窟でセーブって書いてあったんですけど、ここでセーブが出るんであればですよね。メモリーカードのなんて書いてあった、接続って書いてあった、そこがぼやけぼやけやけど、パソコンで見たらこれはどういう風に見えてるんでしょうかね。あと横ワイドで見えてますけど、実際はアスペクト比、4対3なんでしょうかね。よく分かってないです。最近 YouTube ってそのアスペクト比に完全に合わせた形で出るようになったよね、動画なあ。話持つかこれ。てかそもそも俺ケケソングに興味ないっていうか、そういう隠し要素は興味あるんやけど、トタケケのことあんま知らないですよね。土曜日にギター弾きに来るぐらいしか。動物の森のやつやろ。それとヨッシーの声の人ってどう関係があるの？その人らも声一緒なんか？ 3 分経った？明らかにわかる？ケケソングって。聞いたことあると思う、ケケソング。聞いたことあると思うので、待ってましょうか。これ13分やったで16分で、もうちょっとかな。ちょっと何分かネットで見てきていい？行ってきます。でんやん。じゃあ洞窟行きますね。今この間にさ、これなんか出ないよ、出ないよっていう証明動画になりました。じゃあ洞窟行けば絶対出るはずなんですけども、行くけどその間に、ああ、懐かしいこの感じ。こんな、これヘイピクミンで、そっか、こんな感じだったな。ん？どこ行けばいいのこれ？眠りしか行けん。はい。今その間見てきたら、3分50秒をコンプリート画面で待つと、流れたりとかしてたらしいです。しかも Wii で遊ぶ方ではそれが削除されてたから、別に隠されたかどうかがわからないとか、いろいろな情報があります。あとゼルダとか他のゲームの場合は3分、これ今回のこれは3分やし、3分50秒やったり、 さっき言ったのは3分50秒やし、他のゲームでは何十秒とか、いろいろそこがわからない。それちょうど音楽の区切りなんか適当な秒なんか、そこら辺がわからないよね。そういう感じです。本当にね、だからせめてね、3分って分かってたら、ファンもいろんなとこで探すでしょう。でも、
そんなことわからないのによく見つけるよね。ん？あ、こうやってやられたっけ。うわー、なんか覚えてるけどな。15年ってすごいよね。で、今でも見てきたサイトの方が画面綺麗やったんやけどさ、どうしたらいいよ俺。この画面超荒いんやけど。洞窟ってどこ？マップって見れたっけ？な、今の？あ、変えたんか。洞窟ってどうやって見れたっけこれ。あ、上から見れた。ちょっと待って、これか。あ、これや。洞窟なんてあるんけ。あ、遠いとこにあるね。あの、行ってみる？ごめんね、ぶつけ本番なんでね、ほんとすいません。うわー、なんか LR 押してまう。え、なんもない。お、敵いそう。ちょ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 、マップ見たいのにタイム押さなかねえな。ん、何ここ。あかんあかん、こんなとこあかん。これ始まったとこじゃないか。これしまった、ごめんなさいね。おっそ、この人ら。これどうやって、蜂蜜、蜂蜜、蜜どこに置いたっけ。もう時間始まってるやつや、これ。35? そんな重いか、この袋。じゃあ、これもやっぱこういかなかんね。ごめんね。懐かしい、楽しいな。あいつ一人も当てたんけ、もしかして。そういうのも面白いし、いまだにさ、その2013年の3にコメントくれるんやけど、あの時のユアピクミンが可愛く見えたとか、俺でも見てなかったところをタイムで、タイムスタンプっていうか、しおり、チキンさんで言うしおりっていう言い方はですね、それで、あの、教えてくれたりする人ありがとう。ただ、ワン、ツーとクオリティ高い動画撮っていきたいなと思うんです。ただ、あの、Wii で遊ぶの方にしよっかな、俺画像が悪いんやってな。そこどう思う？キューブでしか面白くないことってこの動画ぐらいじゃない。この動画終わったら、でも Wii で遊ぶのをわざわざ買うっていう贅沢もの、どうなのかな。買ってないってこともすごいことやけど、でもやっぱ初代でやっていくか。画質なんとかいいか、良くならんか、ちょっと探ってみるわ。このゲームめちゃくちゃ面白いやん。見えんけど数字。赤赤赤が難しいですけど、最初から。こんな難しかったっけ最初。一匹多いんや、さっきから。あ、多くないわ。もう今のテロレレンってええんじゃなくて、もう危ね。どこなんやろう。突進ってないよね。どうすればいいの。ここ解散するんかな。解散すればいいんかな。洞窟のマークやったっけこれ。これちょっとわからん。あ、違う違う、これちゃう、今来たとこやん。わからん、どうしよう。これやな、これ洞窟マークや。思い出した、よう思い出したわ、15年前の記憶を。これがお宝ない。お宝よう見えてるやん。これするより簡単やな、やっぱ。で、自分で戦うとどうなるんだっけ、これ。あんま減らんの ?1 の時はすごい減ったんだっけ。あ、2、うん。1の時だっけ。あと、2は技が覚えられるんですよね。その技で強くなったら、技っていうか、アイテム、パンチ強くなったら強いんやった。そうやな。パンチ強くなったら強いんやったな。
てきたお子さんといて、ドレンテンって言うかな。こんな音やったっけ？テロテテテンテンテロテテテンテン。あ、洞窟あれ。あれや。トロテンテン、こんな簡単だね。もっと。テテ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 ンぐらいあるやろ、今の。あ、さっきの紙袋は。昔のアニメの音楽やな。オッケーオッケー。いよいよやな。うわー、覚えてるわー。なんかね、おお、これや。26分やから30分ぐらい待ってるよ。ちょっと待ってね。ちょっとそこまで話すると話まだあるんや。ファミコン、前もちょっと話したんやけど、ファミコンのゲームって懐かしいなって思って中古屋で買ってやってたんですよ。でもその後 バーチャルコンソールとかいろんなリメイクがされて懐かしくなくなっちゃってるんですよ、最近。その、オンラインで出てきても。でも、ジョイメカファイトは楽しかったよ、みたいな話を、ニンテンドースイッチオンラインで話してたんですけど、その一番最初の期間、ファミコンでリアルタイムにやってから、中古で、大人になってから中古で買ってやった時の懐かしさ。その期間ぐらいありますよね、15年って。だから今本当にそのバーチャルコンソールでもやってないピクミン2を、こう、やるのってその時の感動ですよね。ファミコンを大人になってから買った時の1回目の懐かしい時。それ以後はなんだかんだもう1年に1回ぐらいやってんじゃない、あれ。バーチャルコンソールで出たり、ゲームボーイアドバンスのなんかで出たりさ。20何分さっきも30分まで待ってみましょうね。ここやな。OK。ブブーっていう音が意外と嫌やったよね、さっきのね。始まったら静かにしますから、すいません。っていうか、ここで1個目のでなってほしいが、せめて。さっき俺が待ってたのにならんかったところ、ここでなるかどうかまで試すけ。誰や、発見した人。本当にすごいわ。で、言ってあげて、それすごいよって、そのヨッシーの声の人も、よく見つけたねって言ってあげて。なんかある？そこ。ないんかな？発見されたことも知らないんかな？もうどういう関係な？そして、発見されてないもの、いっぱいあるのね。今も。何やったかな？さっきのサイトに書いてあったのが、WeMusic にも参加してるんだけど、そこで発見されてないから今も探してる人がいるみたいなこと書いてあったけどね。そうや、マリオカート8でヨッシーが口ずさんでるのは知ってる。マリオカート8、最近やな、それは。それはなんかで見て知ってたわ。感染しているヨッシーの近くに行った時にだけ聞こえれんよ。マリオカート8の話ね。だからそういうセーブ画面で待たなくてもそういう風に入ってることがあるんです。ウェブレース64ではまだ発見されてないらしいです。それを見に行こうとしたら、マリオカート8のことが書いてあったんで、それはなんか YouTube とかもある時代なんで、誰かが発見したのを見たような気がします。そしてここで流れない。あ。
俺の流れないっていう声とかぶって申し訳ありませんでした。終わりやね。終わりでいいか。じゃあ失礼します。楽しかった。ピクミン2やります。